日本刀は特殊な鍛冶技術によって製造される日本独特の刀剣のことを指します。その主な特徴は刀身に反りがあり、片側だけに刃が施されていることです。この特徴を持つ刀剣が平安時代の終わり頃に現れ、これが日本刀と称されています。日本刀は刀身の長さに基づき、主に次の4つのカテゴリーに分けられます。1、太刀。2、内刀。3、脇差し。そして4、短刀。日本刀の製造に主に使用される素材は玉鋼と呼ばれています。玉鋼は日本独特の折り返し鍛錬という技術を用いて砂鉄を精錬し、品質と純度を向上させて作られます。この高品質な玉鋼によって、折れない、曲がらない、よく切れるという日本刀の特性が成立しています。日本刀の歴史において、古刀と呼ばれる刀身に反りが設けられた形式の刀が初めて登場したのは平安時代中期頃です。古刀が誕生した最大の理由は武士階級の台頭にあります。それまでの日本刀は反りのない直刀が主流でしたが、武士による合戦が頻繁に行われるようになると、馬上で速やかに鞘から抜ける反りのある腕刀とも呼ばれる古刀が広まりました。武士が身につけていた2つの刀は内刀という、波長が約 60.6 センチ以上の刀と、それより短い脇差しです。戦国時代は首級を取った数が多いほど武士としての評価が高まる時代でした。しかし内刀を使って敵将を切ると、すぐに刀が欠けてしまい、首を打つことができませんでした。そこで脇差しを使って首を切り落とし、大将に献上していました。この歴史が背景にあり、江戸時代の武士は内刀と脇差しの2つを差し料として身につけることが義務付けられ、これが武士の証とされていました。室町時代から戦国時代にかけての日本は乱世で、農民や町人、僧侶など社会の多くの階層が自己防衛のために武器を持っていました。特に少年が青年になる祝い事を刀差しと呼び、内刀や脇差しを対等することが成人の象徴とされていました。大名は戦争の際、農民や浪人を足軽として徴収し、戦争に参加させるために刀を貸し出ししていました。これをお貸し刀と呼びました。ただしこれらの刀は大量生産された低価格のもので、使い捨てに近い品質だったとされています。その一方で戦地での略奪や盗みも問題となり、農民たちが盗品で金を得るケースも出てきました。これは治安悪化につながっていたのです。そこで1588年、天正16年、豊臣秀吉は刀狩り令を発令しました。これにより農民から全ての武器を取り上げ、町人に対しては免許制により台頭を許可することとしました。これには治安維持や一騎防止の目的がありましたが、同時に兵農分離という身分制度の確立にも寄与したとされています。日本刀の切れ味はその使い手の技術や刀自体の品質によって大きく影響を受けます。一般的には日本刀はその驚異的な切れ味で世界的に知られています。適切な技術を持つ者が高品質の日本刀を使用すれば、すぐに刃が欠けることは少なく、油が巻いて切れなくなることも稀でしょう。一方で日本刀は数人を切ったら油が巻いて切れなくなるというのは一般的に広まっている誤解です。これは作家の司馬遼太郎が作中で述べたことが原因で広まった誤解であり、実際にはそのようなことは起こりません。実際江戸時代には山田朝右衛門ら試し切りを生業とする者たちが、死体を使って刀の切れ味を試すために解放剣塾や古今鍛冶備考などの刀のランキング本を作成しました。これらの記録によれば、最も切れ味が良いとされる最上大業物の中には、7つ重ねた死体を一度で真っ二つにしたものさえ存在しました。また現代でも日本刀の素晴らしい切れ味が証明されています。
フジテレビの番組では現代の達人が新たな刀を使ってわらたば千本を切る挑戦を行い、その刀は最後までよく切れ、刃こぼれも発生しませんでした。しかし日本刀の能力はその使い手と刀の品質に大きく左右されます。技術のない者が劣悪な刀を使用した場合、油が巻いてすぐに切れなくなるでしょう。それに対して熟練した者が優れた刃を使えば、その切れ味は素晴らしいものになります。また達人が優れた刀を使えば、信じがたいほどの結果を生むことができます。ただしこれらの成果は実践ではなく試し切りの結果です。日本刀は実際の戦闘においては刀身が細いために耐久性に劣ると一部で考えられています。そのため大規模な戦争の場では日本刀は主に個人戦で使用され、槍や薙刀などの長江武器が主力となることが多かったとされています。また長時間の乱闘やつばぜり合いが続くような戦闘では、日本刀でも刃こぼれなどが起きる可能性があります。しかし日本刀には切るだけではなく突く攻撃も可能であり、これらを適切に使い分けることで一定の時間一定の敵と戦うことができると言われています。また観賞用として作られた日本刀は切れ味については必ずしも高品質とは限りません。実戦向けの刀は日本刀の中でも比較的丈夫な部類に入るハマグリ刃と呼ばれるもので、その刃は厚く作られています。日清戦争や日露戦争で日本兵は好んでこのハマグリ刃の刀を使用し、さらに刃を石でこすって微量に潰すことで刃こぼれを防いでいたとの記録もあります。しかし一方で、素人が不適切な刀を使用した場合や修練を積んだ者が水準以下の刀を使用した場合などは、すぐに刃が欠けたり油が巻いて切れなくなる可能性があります。またアニメや映画のように鎧を着た敵を一撃で切り殺すことは実際に難しいとされています。つまり日本刀の切れ味はその使用者の技術と刀そのものの品質に大きく依存すると言えます。修練を積んだ者が高品質の日本刀を使用すれば、その切れ味は極めて高いと言えるでしょう。それに対して未熟な者が低品質の刀を使用すれば、その性能は大きく低下すると考えられます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。